チュース、ピースオブケークの翔太です。さっさんです。あさちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。毎週日曜日ゲーム動画投稿の日でございます。はいはい、はい、今日はね、昔のゲームを引っ張ってきましたよ。覚えてますかね、あのプロポーズのやつ。違います。今日やっていくゲームはこちらです。じゃん。以前やった時って、沢ちゃんいた時じゃないですか、はい、3人で、はい、ごっちゃごっちゃにしたんですけど、うん、今日はね、初心を忘れずに的な、うん、で、ごっちゃごちゃにするの。ごっちゃごちゃにしません。今日はこちらからやっていきます。シンプルにね、1から。これが言葉とかだけなんですけど、はいはいはい、これは鼻歌とか変な言葉とかなんですけど、うんうん、で、こっちはアクションとか体とかで表さないといけない。そうだね、なんかそんな感じだったね。ドシンプルのこの1からやっていこうかなと。まあ歌に関してはね、表現力必要だからね。そうですね、うん、言葉だけでどんだけ表現できるか、うん、ハードル上がったなまあでもシンプルで面白いですよ。まあこれ有名なゲームですもんね、はい、初めて聞いた。マジで、うん、はぁ、あ、うまいうまい。こんな感じですね。はい、なるほど。早速やっていきますか。はい。ということで、今日ははっていうゲームやってみよう。はじゃあそれでは早速いきましょう。レッツゲーム。はい、それでは前回の動画でもルール説明をしたんですが、見てない方もいると思うので、もう一回ルール説明をザクッとしたいと思います。はい、はい、お願いします。サッさん、嘘でしょ、この状態で渡す。まずお題カード、こちらお題カード、この場合だと笑い声っていうのがあります。 A から H まであるわけですよ。はい、お題がこう出ます。そこに対してアクトカードっていうのが配られます。はい、そうしたら自分だけで見てください。オイラの場合はこれ C なので、笑い声が赤ちゃんの笑い声っていうのをやらなきゃいけないです。あとね、それぞれにこういう投票用カードというのが配られます。こちらの方にこれそれぞれ A から H までのこういうチップがあるので、一番最初に例えばオイラがやって、2番目ショートンやって、3番目アスちゃんだとするじゃないですか。1番目の人は何かなって思って B って置いたとするじゃないですか、うん、これを投票していくわけです。皆さんチップの裏にハーっていうこの面を表にしてどんどん並べていくわけですよ。で最後答え合わせして誰が合ってるか。だから、例えばアサちゃんがオイラとショータンが正解したら2ポイントもらえます。まあそのさ、何回かやった最終的な合計点で競う。ざっと言うとそんな感じかな。そうですね、何回、1人2回ずつぐらいで、まあ6回でいいんじゃないですか。6回、はい。それでは最初のお題こちら、自己紹介、カッコに自分の名前入れてください。じゃあ配っていきます。配っていきます。アクトカード自分だけ見てください。当ててもらわないといけない。当ててもらわなきゃいけないです。このチップの中から自分のやつを、翔太だったら1番のところに裏返して、もうすでに置いちゃって大丈夫です。じゃあ俺ら2番のところに、はい、もう置いときます。あさちゃん3番、では翔太から。翔太です。あ、なんか分かったかも。分かんなかったらリクエストしても大丈夫ですよで、これだと思ったやつを裏返して、裏返して、あ、置くんすか。置いてください。 OK ですか。じゃあ2番手のサッサン。はい見るな見るな見るな。サッサンです。あー、分かった。これはね、恥ずかしがりとかやんない方がいいです、うん、オーバーに行った方がいいです。3番手のアサちゃん、お願いします。よし、行こう。はい、アサちゃんです。普通やん。普通やんけ、何それ。えー、お題が難しい。いや、まだ簡単ですよ、これ本当に。うん、わかんない。これで簡単なの、わかんない。枯れてるよ。じゃあ、早速答え合わせいきましょう。まず僕から。はい、こちら G です。はい、当たった。はい、当たった。はい、私はこちらE でございます。なーい、まあだろうな、だって東山さん出とったもん当たった当たった当たった。自分はこちら C です。悪役？いや、 C とか一番わかるやん。元気を出してもダメだし、それだったら俺がお手本見せますよ。あさちゃんです。こんなちょっと、それニャンチュンや。ニャンチュンなりきってない。なりきなりクロちゃんなっちゃったないですね。はあ、じゃあ次のお題はこちら。ため息やめて。次のお題こちら。これやべえな。好きが来ました。あ、俺の得意なやつやないかい。はい、オープン。赤ん坊を引いてしまったかもしれない相手役になってくれますか。断る。なんやねん。好きですじゃない、好きですよね、うん、好き。
ない場合はどうしたらいいんだ。なるわ。やめろ。じゃあ2番手、さっさんお願いします。好き？分かったな。じゃあこれしかないじゃん、疑問系だったら。恥ずかしい。こんなに恥ずかしかったらどうするんですか。あ、でもチュースやる方が恥ずかしいから大丈夫。おーい、こら。3番手、あさちゃんお願いします。好き。ないぞ。あー、これかな。まずは僕の答え、こちら A です。お、当たった。 A です。お、俺ってやっぱ天才かもしれない。消去法で言ったんだよね。オイラはこちらでした。 F。 そっち D だった俺。ほら当たった、さっさん。ほら、お、はい、じゃあさちゃん自分のカードはこちら Z。 そう、俺 B だと思った。オイラ C だと思った。3回戦目はこちらでございます。恐ろしいわ。顔ですね、表情だけになりました。こっちの方が難しいんだよね。はい、じゃあ順番決めますか。はい、おいらから時計回り、これ最後、はい、いきます。はい、やった今やった。むずいって。じゃあ2番手、はい、あさちゃんお願いします。ああ、もうこれでしょ。顔がプルプルしてるんよ。それ関係なくない。いいですか。はい、はい、いきます。え、なんかやってもらっていいですか。じゃあ答え合わせいきます、はい、まずはさっさん C。 C？ 美味しい時の顔。は？は？絶対我慢だと思ったんだけど。なんで我慢して食ってんすか。ほんとだよ。あさちゃんお願いします。自分は G でした。ほんまな、これはな。え、おいら E だと思った。なんで？なんで？じゃあ僕ですね、はい、これちょっと結構難しいですよ、うん、はい、B。 やっぱりな、当たった。消去法で言って当たった。もういいですよ、当たれば。次の答えはこちら、はい、ラウンド4。ゴキブリのやつあるんですけど、はい、うわってなんないんですけど、どうすればいいんですか。演技してください。おい、はい、あ、じゃあ順番決めますか。はい、はい、あやさちゃんから。はい、いきます。うわ。普通すぎんそれ。これは俺はそのリアクション。じゃあ行きます。はい、いいですか。はい、じゃあ僕ですね。うわ、これは分かりやすいでしょ。はい、さっさん。うわぁ、さっさんってなんかちょっと下手くそだよな。お前に言われたかよ。じゃあそれでは答え合わせいきましょう、はい、まずはあさちゃんから。はい、自分はこちら G。 おい、コキー、よっしゃ。あさちゃん、別に体重計乗ってもあの程度かなと思った。いや、体重計乗ったら、うわ。変わらんや。じゃあ僕ですね、はい、いきます。こちら C でございます。お、まあ、一番簡単だよね。はい、一番簡単だよね。2ポイントください。はい、はい、オイラのやつはこちら H。 あー、こっちか。いや、俺あの道場、道場の方かと思った。2人とも正解。はい、じゃあ5回目いきます。はい、お題はこちら。 OK ですか。配ります。じゃあそれでは見ていきましょう。あー、じゃあ順番決めていきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。これ3番手。お願いします。もう、あ、わかった、わかった。どっちかなー。あさちゃん、はい、お願いします。もう、牛？なんで？体？見た目できた？あ、二つある。オイラも二つあるな。はい、じゃあ僕ですね。もう、いや待って、3パターン残ってない？いや、もうオイラこれかなと思う。これかな。じゃあ答え合わせの方お願いします。はい、私のこちらでございます。 E です。あ、いいね、正解。はい、次はさちゃんですね。はい、私はこちら B です。え？え？あ、違う、 A だ。そうや、 C。 え、だって取り組み間に合わないですよ。取り組み、ま、間に合わないでしょ。はい、もうーって感じ。嘘やん。じゃあ僕ですね。はい、こちら H です。だろうな。はい、当たった。はい、2ポイントください。最後、はい、じゃあ切っときますよ。では次のお題はこちらになります。最後、表情のみとなりました。うなずいていただきます。
あ、じゃあ順番いきますか。最初グーじゃんけんぽい。じゃあ一番手ささんですね。お願いします。みたいな、でそう、うんみたいな、うんみたいな。じゃあ、あさちゃん、お願いします。ねえ、あさちゃんって結構下手くそですよね。いいですか。はい、じゃあ行きますね。んこれかな。じゃあ答え合わせいきましょう。さ、はい、さんからお願いします。私のこちら、E でございます。え、あ、C だった。俺も C だった。あさちゃん、お願いします。はい、自分はこちら G でいいだと思ったんだけど。え、オイラ怒られた時だと思ったんだけど。僕は D です。これ当たった。いやだってさ、あさちゃんもさ一緒のような感じでやってきたからさ、うん、え、これ絶対逆って思われるやんと思ったもんだって。得点発表の方をいきたいと思います。はい、まず僕16点でございます。お、私12点でございます。お、で自分が12点です。イエーイ、ブラボー。続く、まあこれでね、見てる人たちが伝わってたならね、いいんですけど。伝わってますよ。読み取るのでポイント稼いでたよね。これなかなか読み取れてなかったね。うん、まだ2と3あるんで。あ、またやるのね。またやりましょうよ。これリョウくんいた時やったらちょっと面白そうじゃないですか。推測できること言っていい？リョウくん若干こっち寄りな気がする。俺さ、俺寄りな人、皆さんあのメンバー募集してます。久々にやったけど面白かった。面白かったですね。うん、まあ、またこんな感じで前やったゲーム、ね、人数増えたからそれで見たいとかさ、いっぱい出して、うん、あればまた言っていただければ。そうですね、コメント欄の方にも書いてもらえれば嬉しいです、うん、はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてあります。チェックしてみてください。それではせーの、チャオー。